ブローニャさんへ。この手紙ではこう呼ばせてください。これから私は自分のことについてお話ししたいと思います。あなたから見れば人情を身にかけたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。例えば私は銀河の端にある目立たない星で生まれました。先住民以外その星の名前を知る人はほとんどいません。母星は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り他の星の委託製造に主に化学産業や重工業に従事しなければなりませんでした。そうした中母星の自然環境はますます劣悪になっていき、私が子供の頃から人々は呼吸用マスクを着用しなければ街を歩けなくなり、朝から晩まで胸が張り裂けるような咳が聞こえるようになりました。そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べましたが、残された多くの人々は汚水や酸性雨そしてスモッグにさらされながらただ絶望が訪れる日を待つことしかできませんでした。カンパニーが私の母星を訪れるまで、環境問題の改善策を携えてやってきたカンパニーはそれを提供する見返りとして惑星のすべての住民にカンパニーの社員になるもしくは将来的になる契約にサインすることを要求しました。契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え人々はマスクを外し始めました。3年が経つと植生と樹木が再び繁茂し始め、5年が経つと一度は絶滅した多くの動物たちが生き生きとした姿で人々の前に戻ってきました。私が正式に戦略投資部の一員になったのもその頃です。故郷の変化を目の当たりにした私は、同じような経験をした銀河の多くの世界に同じような変化をもたらそうと決めました。ブローニャさん、この手紙を書いたのはあなたに伝えたいことがあったからです。自由は確かに大切な財産ではあるけれど、現実で選択を迫られた時それ以上に価値を与えられるものがある。生存のようにベロブルグの人々だけで星空の懐に帰るには何世代を経る必要があると思いますか。未来のすべての大守護者があなたのように慎重で解明的であると誰が保証できますか。性格のような最悪が再び訪れることはないと誰が断言できるでしょうか。私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約書にサインすればベロブルグの債務を帳消しにすることができる。またカンパニーからヤリーロ6の再建を支援するための専門チームが派遣されるでしょう。あなたにとってこれが極めて難しい選択であることは理解しています。なぜならあなたは全ベロブルグ市民の運命を背負わなければならないから。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる決断を下せると信じています。